はい、どうも、ロギです。おはようございます。今日の、至急べき見てください。金色のハテナになってるじゃないですか。これね、全部、熊さん紹介の武器なんですよ。まあ、つまり、まあ、降臨チート武器というか、全部が、熊さん武器です。で、今回も、久々にサーモンランをやっていきたいと思うんですけども、全部熊さん武器ってことは、まあ、余裕ってことですよね。まあ、つまり簡単。ということで、ドンブラコなんですけども、やっていきたいと思います。はい、マッチングしました。クマさんシェルターか。てか、三人シェルターじゃない?ねえ。みんなシェルターだ。てか、あっちや。ほんと簡単なんですよ。サーモンランで999まで、一応ゲージってのは上がるんですけど、まあ、この武器使うと、まあ、約、まあ、3時間ぐらいかな。スタートによるけど、まあ、2、3時間ぐらいで、余裕で行きます。多分。人によるか。でも人によるか。あと、運がね、必要かもしれないな。金のね、武器。一応、ハテナだから、武器運ってのもあるかもしれないけども、全部の武器が性能すごい高くて、例えば、ま、このパラシェルターは、まあ、ダメージ威力はそんなないけど、あ、入んなかった。待って、全然入んなかった。やばい、やべ。はい。やっ!危ない!危な!危な!この武器ダメージあんまないけど、塗りはすごい強いの。だからこういうとこすごい早く塗れるし、これガチマッチかナーバレーバトルで使いたいぐらいだもん。そう、威力はばらけるからそんなないけど、塗りがすごい強い。特徴だからね、倒すの味方に任せて意外と塗ってあげるのはいいと思うんだけど、まぁ、今回、パラシェルター3枚だから、まぁ、とりあえず倒して、運んでって、やりますか。でね、自分的に一番推してる武器は、スプラチャージャー。いや、クマさんチャージャーかな?クマのチャージャーなんですけど、まぁ、ダメージが強い。インク管理がね、すごい難しくて3発しか打てないんですけど、まぁ、それでもダメージがね、なんかめちゃくちゃ速いんですよ。竹みたいに打てて。あれ、おすすめだな。とか言ってたらウェーブ1終わっちゃった。もう下はないかな?あ、来ましたね、チャージャー。あ、ごめん、3発以上打てたわ。3発以上打てたわ。全然打てたわ。まあ、この連射力ですごい、全部チャージャーフルチャージ分の威力があるんですけど、お見せしましょう。ほら、見た今2発ぐらい倒したの。こういう弱い敵倒してあげようかな。お、強い。強い。竹みたいに使えるチャージャーってやばい。これもガチマッチで使いたいわ。竹一角。クソ強え。ブルマ14個か。これ助けてあげ、もうやばいな。やばいな、マジで。一瞬だよ。てか、熊さん武器ってさ、普段なかなか使えないけど、まあ、こういうイベントっていうのかな。ね、これ入れてあげたい。入んなかったか。金鮭イベント。じゃあ、金の武器イベントっていうのかな。熊武器イベントで使えるがいいですよね。いろんな武器。細かいの当たんね。ノルマまだ行ってないか。あ!下に?爆弾。いて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 、雨いて雨いて。すげえ、2発、今の倒せんのか。強。あと1発、あああインクがねえ。ああ、あと1人あと1人のボムが。これ倒したいなぁ。死ぬー。あー、ナイス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 。なんかスペシャルいらないよな。この構成だったら。ハイパープレッサーでしょ?クマさんスロッシャー。クマさんスロッシャーの方が強いんじゃない?ハイパープレッサーより。この武器の特徴はね、貫通するんですよね。サーモンが。正面にこうやって流れてくる敵を、まあ、とりあえず、撃っとけば、貫通するから、こうやってね、
当たる、すごい楽。あとね、これも貫通するんだよね。本当はね、後ろから倒さなきゃいけないじゃん。必要ない。あー、天才少年が。あ、天才少年、ごめん。ただ、弾が遅いから。あと、こいつね、なんかね、ボム入れない倒せんの強い。これ強い、マジで強い。やばーい！やばーい！逃げられなかった。助けてくれ！助けてくれ！助けてくれ！機動力がないな、機動力が。ナイス！いてててて、やっぱ機動力ね。ハイプレ撃っちゃうか。やだ！ハイプレ対決、勝って、タワーとハイプレ対決勝って自慢できねえわ。普通に、普通だ、こんな。もう一発くらえ！今いたの？あー、待って、負けたんだけど！さっきのは、何もなかったことにしよう。何もなかった。夢だ。さっきのは夢だ。こっからが本番。このパラシェルター。パラシェルターで倒せるかな、上の。ノルマ13個楽勝とか言っといて、なんか、夢みたいにやられちゃうから。ふっ。いや、運びますか。これはもう味方のなんだ？ブラスターと傘に任せて俺運ぼうかな。ふっ。これさ、ハイパープレッサーじゃなくても返せるの強い。え、てか見た？面白くない？これ上に打った時のなんか本当に雨みたい。傘から雨降ってるみたい。面白いな、これ。上に打つと面白いな、武器って。弾落ちてくるもんね。マジで雨みたい。あ、落ちた。朝っぱらからやってるよ、サーモンラ。なんか変な感じするな。ナイスノルマ。まあ、たまにはこれ、クマさん武器使うのもいい。普段使えないもんな。来た。はい、はい、はい、つえ。みんなで攻撃するとこんな早いんだ。オッケー、ナイス。鮭殺しの達人。ほら。塗りほんと強くない？これ。塗りめっちゃ強いんだけど。なにこれ。チャジャか。お、三人長女じゃない？これまたなんか尖った編成だな。三人チャージャーだ。左から、あ。これ着地前に倒した今。やばさすがチャージャー。さすがクマチャー。なんで訳すんだろう？クマタケ？クマチャー？クマチャーかな？ちょっとボム入れとくか。あ、入ってなかった。下手になってるなぁ。やらないと下手になるよな、サーモンも。はい。オッケー。危ね。ちょっとこれ落とすか。ほいじゃあ。おー。いや、でも本当に攻撃力強いから、急にドスコイとか出てきたもんね、押されることなく倒せそう。ナイス。ね、射程もあるからね。あそこ届いちゃうからね。あと一発、あ！逃しちまった。あー、もうノルマクリアしてる。ちょっと呼ぶか。いて、いて。いて。うらぁ！やべえ、楽しい。
あ、イングなくなった。絶対ハイプレイよりチャージャーの方が強いもん。こっちの方がスペシャルだ。なんかさ、スプラトゥーンのスペシャルってさ、まあ、またなんかピコピコハンマーみたいな出るじゃないですか。なんかさ、自分強化みたいな。自分強化みたいなさ、能力つけてさ、クマさん武器に変身みたいな。できたら面白いよね、スペシャルね。強化系みたいな。あ、これ多分裏だな。ここら辺だな。これっしょ。あ、惜しい。これか？こっちか。あ、これか。ナイス。ナイスナイス。自分運びますか。やばい、めっちゃ攻撃してくれてる。ほい。ほい。最後完結戦か。なんかジェットパック無駄になっちゃったかな。どっかでジェッパー使いたいな。また人に開けてきますか。近いぞ。お？あ、ナイス。ここでジェッパー使うかもったいないし。おお。これさ、ジェッパーで入れに行かれたら戻っちゃう。あ、戻った！せっかく入れに行ったのに戻った！もう！あ、落ちたし、もう！いや、あと1個入れなきゃ。あ、3個持ってきてくれた。あ、終わった。終わった、終わった。出すのかな？出したの手伝うか。後ろだ。あれだ！今度こそあれ。よし！こんにちは。近くからこんにちは。これいじめだよね。あー、ナイス！朝の健康サーモンラン終わり。